皆様こんにちは、こんばんは。京光太郎の酒と魚とジャズギター、第7回目のお酒はですね、飛騨高山の銘酒三社純米上積みになります。こちら去年の夏に実は高山市の方へ旅した時に、高山在住の友人、この友人からいただいたお酒になります。長期醸造したお酒の上積みだけを組んでしつらえたお酒ということで、昔は蔵の人しか飲めなかった部分らしいですね。でこの希少なお酒ですので、特別な時に飲みたいなと思って大切に保管しておりました。で今回ですね、素敵な食材を手に入れたので、一緒にやっていきたいと思います。それでは食卓の方へ参りましょう。で実は飛騨の美味しいお肉ですね、飛騨牛の、すき焼きしゃぶしゃぶ肉の方を、有名な丸秋さんという高山の精肉店から通販で購入して手に入れました。こちら高山へ旅した時もですね、食して美味しくて気に入っておりましたので、今回お酒と合わせてやってまいりたいと思います。でまずは三社純米上積みの方、常温で、冷やでいただきたいと思います。それではお気に入りの片口から、お気に入りのぐい飲み、お酒をついで頂戴いたします。名前のごとくですね、味の印象はすっきりしたお酒、もちろんうまみもあるんですが、きれいに切れる、口の中できれいに切れる印象が強かったです。おそらくですね、この飛騨牛とはぴったりのお酒だと思います。ご覧いただいているようにですね、飛騨牛肩肉でも意外とこう身の質が柔らかくて、しかも脂身がですね、とってもすっきりしてるんですね。脂っこくないサラサラの脂っていう感じです。で赤身の部分は非常に旨味が強くて、その脂の甘みとサラサラ感と身の部分の旨味とのバランスが非常に良くて、口の中に美味しさがふわっとこう広がるような、そんな感じなんですね、飛騨牛。でこれとこの地酒三社純米上積み、相性抜群だと思います。肉が焼けるまで待ち遠しいんですけども、この待ってる時間もたまらなく楽しいですね。で手元に置いてある小皿に置いてある調味料はそれぞれ片口の左側にちら見えしているのが信州味噌ですね。それから、片口の右側の楕円のお皿に
が、これが同じく信州で購入してきたお醤油ですね。でその右隣が藻塩で、その右隣が実山椒を醤油で漬けたものですね、山椒醤油になります。でそれぞれお野菜やお肉につけて食べていきたいなと思ってます。さあそろそろ焼けました。お肉もどんどん焼いていきましょう。焼けたお肉、こちらは最初は、この信州味噌ですね、諏訪の方で買ってまいりましたけども、これでいただきたいなと思います。味噌を少し塗ってですね、いただきます。でサラサラの油と身の旨味のバランスが絶妙ですね。で口の中に爽やかないい香りが広がります。一口で食べてるので、これあのお肉焼きながら実はもぐもぐしてますね多分。でここに早く地酒を流し込みたいなという感じですね。でこれ合わないわけがないので、さあどうでしょう。美味しいですね。グッドサイン出ちゃいましたね。これとっても美味しかったです。でこの三者上積みですね、純米上積み、これいつも手に入るわけではないようで、この後もですね、まあ夏にいたあの頂戴して、冬場にこれ食べてるんですけど、なかなか季節もののようで、この時また買いたいと思ってもちょっと手に入らなかったですね。また、ちょうど今頃手に入るかもしれないですね。ちょっとまた探してみましょう。夏場にこの動画で申し訳ないんですけども、ちょっといろいろ個人的に忙しくしておりまして、なかなかアップロードできなくて心苦しいんですが、取りためてはおりますので、これからも随時アップロード
をしていきたいなと思います。で、今度はですね、このお酒を熱燗でいただきたいなと思います。で、地酒は温度によっても味の印象が変わりますので、冷やですとかぬる燗ですとか、まあ熱燗、そして上燗ですね。これで、それぞれの温度帯で、広がってくる旨味ですとか酸味の度合いが変わってきますので、同じ銘柄でも温度でいろいろ楽しめる、その温度に合う、つまみをまた探して楽しむみたいなこともできますので、ぜひ皆さんもいろいろ試してみていただきたいなと思います。純米の大吟醸とか吟醸酒は、冷やでないとダメですとかそんなことはないので、吟醸酒でも温めて飲んで楽しいですし、もちろん純米酒キンキンに冷やして飲んでも楽しいですし、それぞれですね、温度で楽しむ、それぞれをそれぞれの温度で楽しむというのも面白いんじゃないかなというふうに思いますね。で、日本酒地酒ですね、こういった地酒でいいのは、まあオーガニックだっていうことですね。醸造の用のアルコールは添加したりはしますけど、変な薬品ですね、防腐剤みたいなものを入れたりとか、まあワインだと酸化防止剤なんか入ってますけども、そういったものが添加されてないっていうのがとてもいいですよね。日本人に生まれてよかったなと思います。こんな美味しいアルコールと美味しいおつまみがたくさんある国に生まれて本当に幸せだなと感じますね。純米酒ですので温めるとより米のふくよかさっていうのが際立ってきますね。ただ、すっきりした味わいは変わらないですね。で、今度は実山椒ですね。この実山椒醤油って言いますか、こちらでいただきたいと思います。いただきます。この甘みの引き立ったお肉に山椒のこうキレですね、ピリッとしたキレと香りで、ここに熱燗の純米上澄み、これを流し込むと それぞれの香りや美味しさ、甘みがふわっと引き立って、これは本当に美味しかったです。で、お野菜などもですね、もちろんいただいて楽しんでいきましょう。
こちらは、文字用ですね。ミネラルたっぷりの塩ですね。これを野菜に、かけていただきます。これは自家製のぬか漬けですね。さあ、お野菜を含んだ後に、食べた後に、地酒を含むと、これもまた美味しいんですよね。多分ですね、画面手前の方、自家製のぬか漬けをですね、これ高山名物の漬物ステーキを真似て、これを卵で閉じようとしていると思いますね。この高山名物の漬物ステーキ、ものすごく美味しいんですよね。で、今ちょっと四角皿でご覧いただいたのは、この地酒をくださった友人がご自分で栽培されたウコンですね。これを天日干しにしたものを、送ってくださって、まあ私が大酒飲みなもんですから心配してくださって、このウコンをですね送ってくださいましたね。本当にどうもありがとうございます。これが飲む時にちょっといただくと、とても調子が良くて助かってます。やっぱり卵で閉じましたねウコンもちょっと入れて、それから、まあ、ごま油をかけて、で卵で閉じて、見よう見まねの、高山名物漬物ステーキですね。ちょっとニンニクなんかも、ちょっと焼き上がったニンニクを混ぜたりして、こうやって自宅で鉄板焼きっていうのも楽しいですね。これは去年の冬に撮った動画なので、今年の夏もまあ猛暑が続いてますから、ちょっと家で鉄板っていうのはちょっと暑くて厳しいですけど、この時期はまた冬になったら楽しんでいきたいなと思いますね。でちょっとごま、白ごまを振ってます。さあ、そろそろ出来上がりましたね。見よう見まねですけども、高山名物ですね、漬物ステーキ出来上がりました。早速頂戴いたします。カブのぬか漬けですね。これと卵、
とてもうまいんですね、これは。皆さんもぜひやってみてくださいね。うん、酒の魚にはもってこいです。でどんなお酒にも合いますね。いや、美味しくて箸が止まらないですね。さあ、こうやって、酒と魚を楽しんでいきましょうという感じでしょうか。で、そろそろですね、長くなってしまいますので、ジャズギタリストの紹介のコーナーの方へ参ろうかなと思います。飛騨牛、三社、純米上澄み、漬物ステーキ、それぞれとても美味しかったです。改めまして、こんにちは、こんばんは。三社と飛騨牛、いかがでしたでしょうか。第7回目ですね。今回は、小西徹さん、ジャズギタリスト小西徹さんを、紹介させていただきます。小西徹さんはですね、1997年に66歳で、惜しくも亡くなられているんですけども、1960年代から1980年代までの、大体そうですね、までの、日本のモダンジャズのを牽引してきた数々のグループ、そちらの方に名前を連ねてらっしゃる、通には有名なジャズギタリストです。今回紹介させていただく音源は、A Life というですね、没後2年後に発売された小西さんの演奏をピックアップしてですね、名演をピックアップしてオムニバスにしたアルバム、こちらになりますけども、ライフという、ライブ演奏を収録したアルバムになります。で、中でもですね、1979年にですね、東京都中央区茅場町に当時あった九谷というですね、喫茶店ですね、こちらで行われた小西徹トリオのライブ録音、収録の順番で言いますと3曲目から6曲目、オータムンリーブス、ソフトウィンズ、アローントゥギャザー、それから、あ、ごめんなさい、オータムンリーブス、ソフトウィンズ、ブラックオルフェ、アローントゥギャザー、この4曲、こちらの方をおすすめしたいなと、ぜひ聴いていただきたいなと思うわけなんですけれども、小西さんの、プレイスタイル、コードソロとですね、単音、このバランスが絶妙で、それから、伴奏の時のコードストロークのキレがもう上人ではない、抜群のキレで、それでいてですね、あとは都会的な、で都会的でブルージー、欧米のギタリストでいうとケニー・バレル、こちらのギタリストとちょっと垣間見られますね。で、お使いのギターがディアンジェリコという、まあ、有名なルシアの超高級ジャズギターですね。これをご利用になられてまして、音は丸くてツヤがある、で腰もある、そういう音を出されます。で、このディアンジェリコギター見事に弾きこなしてらっしゃって、ものすごくいい音ですね、本当に。もうまさにオーソドックスなジャズギターの王道を行く、音を出されてまして、演奏も素晴らしいという。これぜひ、聞いてみていただきたいんですが、例によってですね、なかなか手に入らないと。
中古で手に入るようなんですけれども、ちょっとあの希少版で非常にあの高い値段がついてたりするみたいですね。なのでぜひ聞いてみてはいただきたいんですが、このアルバムはちょっとなかなか手に入らないようなので、また例によってあの YouTube の方でちょっと検索してみたところ、奇特な方がやっぱたくさんいらっしゃいまして、小西さんの演奏を紹介されている、チャンネルがありましたので、リンクを貼っておきますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。それではですね、今回は小西徹さんを紹介させていただきました。また次回ですね、素晴らしいジャズギタリストを紹介したいと思いますので、またそれまでですね、どうぞ皆様お元気で。それでは今回小西徹さんの回はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。ごきげんよう。